皆さんこんにちは、なるほどおてんです。今日もおひつひめみつで遊んでいきます。さあ、なるほどくんですね、新しいスマホが届いたんですけれど、今いろいろデータ連携してるんですけど、いろんなゲームで、いやこちらの王室さんは多分ないんですよね。今まだ旧スマホも手元に持ってますのであれなんですけど、ゲーム遊べるんですけど、まあ、動画でお出ししたように今お使いしているスマホバッテリーが膨らんでですね、ケースからもうケース割れてあれですね、はみ出てますので、ちょっと危険な状態なので、あまりなんかあれですね、怖いね怖いんですけど、まあ、充電今してないから大丈夫だと思いますけど、いや突然パーンとかですね、なんか燃えたりしたら怖いですからね、ちょっと気をつけないと。ですので、ちょっとあれなんですよね、日替わり姉さんとか本におりあなるさんとかたくさんお遊びしてるんですけど、今のところあれですね、データ連携できたのはツイッターでログインしてからアカウント確認するタイプですかね。ですから異世界魔王さんとかできたんですけど、モテモテ魔王さんの方はあれですね、ログイン成功しましたって出た後、なぜか最初から始まっちゃったんですけど、いやーちょっと怖いですね、やっぱり。お、出雲の国ちゃん、あと2回なかなか出会えないですからね。あれ、なんか今日調子がいいんですか、もしかして。私は今日新しい美人さん来てくださってますので、どなたかですね、お楽しみにしておいてください。体力、お、体力結構回復できますね。ですから早くこちらの王室さんも美人さんコンプリートしないと、いつスマホが壊れるか分かりませんからね。もうすぐ壊れますよっていうなんかあれですからね、サインが出てますからね。ですから今回1年9ヶ月みたいですね。まだ3ヶ月分、かつぶっていうんですか、なんか、あれがあるんですよね。ローンですか ?3 ヶ月分お支払いが残ってましたので。それと今回のエクスペリアですね。がまた来月からお支払い始まりますからね、結構かぶっちゃいますよね。あとどれだけいらっしゃるんですかね。こちらはあと2回ですか。結構分かってますかね。お、こちらあと1回ですね。武将さんも多いですからね。あともうちょっとの方多いですね。なんかお一人出会いたいですね。原本もなかなか使うタイミングないですからね、こちら。イベントがないですからね、イベントで使う美人さんが出てこられないので。もしかしたらいずれ、あれですかね、洋服などのスキンとかで使えるかもしれませんけど。結構こちらの3方ですか?あれですね、戦いが多いんですよね。さあ、であと3回行きましょう。まあでもスマホが新しくなって容量が倍に増えましたから、よりたくさんのゲームですね、アプリ入れられますね。まあ、昨日は容量を増やすために SD カードをですね、内部ストレージ化してたんですけど、これがまた今まで以上に大変でしたね。パソコンに USB つないでなんかいろいろやってですね、コマンド入れたりしてようやくできましたね。もう2時間ちょっとかかりましたけど、でも頑張ったかやって、もう完璧です、完璧です。さあ、2回言いましたけど、フォートナイトさんもですね、インストールすることできましたかね、今回。いやー、早く遊びたいですね。さあ、では今回はこちらですね。別に旦那様を誘惑しているわけじゃ
なくってよ。大丈夫です、誘惑されてるだけです。さあ行きましょう。この格好で外に出られてるんですか。あー結構水多いですね。落ちちゃう。そう、いつも皆さん気にされてますけど大丈夫です。私とご視聴者の方しか見てないですからなんかものすごくたくさんの方ご視聴いただいてますからね。いやありがとうございます。ひがり姉さんとかは多分一番すごいですけどね。もうすぐ20万回視聴ぐらいですかね、一つの動画で一番多いので行きますからね。いやー嬉しいですね。さあ牢獄行ってみますか。一括教育、今は何時ですかね。9時56分でしたらこちらは、あー9時までですか。1時間なんですね。お昼2時間あるんですよね。韓国襲来っていうんですかね。夜は1時間しかないんですか。さあ早くスキンも集めたいですけど。いやいいですね。合流衣装どっか売ってるんですかね、どっかで。まあネットとかでしたらいろいろ売ってそうですけど。まあでもあれですよね、コスプレされる方とか自分でお作りになられるみたいですからね、すごいですよね。アニメとかのキャラクターを、その洋服を忠実に再現しましたみたいなんですね。すごい。この前私は、あれですね、何でしたっけ、洋服じゃないけど、あ、ソファじゃない、クッションが破けて、少し破けたので、糸通せぬ、針に糸通せ縫いましたけど、いや、大変でした。最後の止めるところとか。さあ、それではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。